日まず打つ機種なんですけれども、こちらがですね B とある科学のレールガン。一番欲しいのは激震。おお、これ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 です。いい子だぜ。よかった、当たりました。すごいじゃん、これミッションを重ね重ね重ねまくってるよ。あ、マジか、成功してますね。一応疑似練落ちてくるかな。当たりました、疑似3ですね。ネクスト3回目そんなそんないきなり激アツ、リーチライン激アツ。あ、でも超全然フリーズゾーン、リーチラインの激アツどのぐらいあるんだろう。あ、でもは、本当に 85% あるかもしれない、先ほどのあの激アツが。私のメモによるとね。でもこのメモはあのサイト見ながら書いてるんで、これも変わります。赤ホル、まあ、50% はありますね。おいー、金文字デンジャーでもよかったね。あったれあったれ、当たる当たるよ。これ本当に、あーマジか、いきなりあのもういったいったいったっていう時もあるんだけどね。マジ本当。あ、今からね、ここまで持ってってほしいね。お、やった。じゃあレベル5行きました。金剛さんもいてね。はい、レールガンボタン押します。素晴らしい。素晴らしいよ。あと1個だね、4大チャンス予告で今日出てないのがレベル5予告なんですけど、いいよ、どんどん追加してってね。まあ、1500円投資ですけど3回目の初当たりです。4、変わらず。よーし、181回転。よし、3度目の正直。君だよ、君頑張って。頼りない。あー、でもね、アイドルミッションだったら、どう、お願いします。これチャンスアップというか、アイコンにチャンスがあるかどうかが結構大事なんですけど、ない。そしてバトルもね、麦野さんか金枠の子がいて、その子だったらね。マジか、ということでですね、はい、終わりです。いやー、3連単です。すごい当たり方はいいし、当たってもいるので、まあ、全然あの苦じゃないんですけど、やっぱこの先、この先を見せたいし、この先を堪能したいんですけど、まあ、ちょっと今のところは堪でございます。
なわけで、2枚目1万500円いきたいと思います。コメントに来てるね。おすすめアニメって書いてくれてますね。ちょっと見させていただきます。おすすめアニメということでですね、配給が一押しで、あとはフェイトシリーズとソードアートオンラインです。一度見てみてください。ませまで書きたかったのかな。でもね、この3つはタイトル知ってます。というか配給は、漫画本で読んでまして、漫画めっちゃ大好きです。やっぱね、漫画読んじゃっててアニメを見てないんですけど、漫画が十分面白い。まあ、ただやっぱアニメの方がね、バレーボール漫画なので絶対的に分かりやすいですよね。まあ、ただ私もともとバレーボール部だったので、本当、もう漫画だけで全てが伝わりましたよ。まあ、ただ結構シリーズ自体が長いんで、まあ、これは本当機会があったアニメ見ようかな。でフェイトシリーズは一応ですね、マイリストに追加してるんですけど、まだ見てないの。でもやっぱ面白いんだ。あとソードアートオンラインはこれだってね、パチスロになってましたよね確か。全然こちらは名前タイトルしか聞いたことないんですけど、まあ、ちょっとこの今アニメにハマってる流れでちょっと見てみようかな。いやーでもコメントが平和でありがとうございます痩せましたよねっていうプロニャーさんからのコメントなんですけど、その後にですね、これあんま読みたくない、いや豚だろとは書かれてますが、痩せました40今2キロぐらいになったんですけど、まあその前がピークがね、私そこから11、2キロ太ったんで、まあその時は確かに豚かもしれないけど、今ちょっと42で豚って言われたら、豚もかわいそうですね。豚って大体細いですからね。で私はやっぱ食べることと飲むことが好きなんで、おいゴールド、 そこはね我慢しないように運動をしてね、から今特にリバウンドもしてはいません。おっと、これが最強パターンになれば、あと、まあ、赤より金の方がね、金に、まあ、多分このアンチスキル保留自体はやっぱ緑にしかならないと思うんですけど、最初はこの時点で緑になる、ピンクになるかな。ピンクです。やっとイルミナーからだけど星の禁断です。まあちょっとチェリー、あ一応でもスイカ、あゲコタボタン出ました、またスイカ。まあ一応エフェクト赤になってるんですけど、ボーナス揃うことあんのかな。まあ、ただきビジーでこれで当たるわけないでしょう。当たるのマジか、すごい黒子の VS も捨てたもんじゃないですねソトシが、17本1万7000円変わんないけどね。よし、4度目の正直行ってまいりたいと思います。いやーここ大事なんですよ。これぶっちゃけどっぱりきなかったらもう今日これで終わる可能性もなくはないんでね、ちょっとプレッシャーが。静か静かです。
点滅。あー、ういでもレベル2、3、3止まり。もっと成長しない。一応4になりました。もちろん5になってくれた方が絶対的にいいんですけど、このホルぶっちゃけ私ラストで初めて見て5まで行きましたよ。欲しい、当たって。ただで1、2か3とか7が良かったいやでも右中強一のチャンス。そうだ、赤ホルよく外すんですよ、右打ち中。私が、私は。はぁ、大チャンスって返ってくる。レンジャーホルを待ちますか。休ませない。もうここまで来たら休ませない。もうちょっとね、50回ぐらい残せたらね、あれだけどね。え、逆に休ませます？残りの20回だったら赤くなっちゃうからね。それか、もう先読みしちゃいます？残り23回、先読みチャンスモードにして、先読み来たらラッキーということで、いきます。ないまま終わるんだろうな。でも先読みチャンスだから、これ 100% じゃないからね。でも点滅でも何でもいいんでしょ。あかーん、右打ち中に当たりません。戻しますよ。4回目の単発ということで4連単。いや、当たり方はすごいね、いいの見せられてるかなって思うわけですよ。その先、気持ちいいところを見せられていない。2枚目なくなるか。3枚目入りそうですね。3枚目ね。いやー、500だ、超えましたね。これでちょうど500回転目。このハマりが最初に、あ、違う、これ次が500だ。これがね、最初じゃなくて良かったと思うべきなのかもしれない、わかんない最後も最後でちょっと辛いですけど、あまりやめになっちゃうかな。最後はやっぱね、レンチャン取り切って終わりっていう流れが一番いいんですけど、日本一どころかもうパチンコとしての最低ランクをね、今日は突破もできないこちらで、終了ですかね。ということで、こちらで抽選終了です。まあ、結果の方でどのぐらいですね。私は初当たりから投資をしまくったのかっていうのと、まあ、あとはミッションの方ちょっともう振り返るところはそこしかないんで、そこを存分に振り返りたいと思います。お疲れ様でした。実践終了。本日もお疲れ様でございました。
なんと今回はですね、もうこのニコニコの表情を見ていただければ分かると思うんですけれども、結果の方を早速食べちゃいますね。なんと投資が39,000円、あと1000円使えよって話なんですけど、39,000円で止めました。出玉の方がですね、なんと0玉ということでマイナス9750玉ちゃんでございました。だがしかしですよ、なんと今回4回目にして一番大事なミッションクリアの方達成いたしました。まあ、本日ね、まあ、ずるってわけじゃないんですよ、あまりにもね今までガチャの引きが悪かったということでミッション2つ、ありまして、1個はねもう絶対これは引けよっていうのを渡されまして、こちらの方の中身が、一応4大チャンス予告を出せということで、もちろんこちら有限実行を出せました。そちらの方がね達成できたんですけど、残念ながらデンジャー柄を出せという己で引いたガチャのミッションは達成できず、デンジャーのデの字も出なかったですね。残念なんですけれども、一応初めてのミッションクリアなんですよ。もうだから割と、まあ、大満足ではないですけど満足です。ただ悔しいのはやっぱりね、239分の1といえど初当たり自体は4回引いたんですよ。それがね1回も突破できなかったので、まあ、それはもう負ける展開だからそれは自分が悪いんですけれども、ちょっとやっぱねラッシュ中の楽しいところ 50% どっちだっていうね、本当に気持ちいい瞬間がめちゃめちゃ多い機種だったので、それを見せられなかったっていうのが、まあ、ちょっと心残りですかね。まあ、ちょっとこれからもねまた信頼だったり玉ガチャの方で打ちたい機種とかねいっぱいあるんですけど、まあ、リベンジできたらいいねいやでも本当に信頼がねすごいいっぱい入るし、結構私も新しめの機種をこの玉ガチャで打ってるので、リベンジあるか分かんないんですけどね、まあ、なんかちょっと困った時にはもう一回レールガン行ってみないみたいな展開があってもいいかもしれないです。一応今回は4大チャンス予告を出すミッションで、しかも3種類ね出してますので見事成功でございます。ということで、まだまだミッション10個ですよ、累計10個のうち1つだけなので、まあ、まだちょっと続くんですけれども、温かい目で今後もですね、あこいつまだ頑張ってたのかっていう感じで見ていただければと思います。ありがとうございました。ということでですね、今回 PR 科学のレールガン玉ガチャ4回目実践終了です。次回もミッション2個ありますかね。あるんかいなんかミッション2つあるよ予告出たのでちょっと本当にこっからをね1個ずつでもちゃんと達成できるように頑張っていきたいと思います。そしてそのうち日本一、こちらの方もですね惜しいでもいいので、ちょっといい感じの実践があることを祈りたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。